えー、ニコニコ動画などに上がっている経緯に違反しているかもしれない映画がアップロードされているのは運営判断で勝手に削除するのは難しいですがメルカリでも判決違反のものが売買されていることあると思うんですが運営が自主的に削除しているのはほとんどいませんプラットフォームが権利者からの申し立て手が削除する経緯など聞いてみたいですえっとあのテレビ局の,あの番組に関してはニコニコ動画って自主的な申し入れをしてテレビ局の番組に関しては自主的に削除しますっていうのをやってたんですよ で、結局今 YouTube って探せばいくらでもテレビ局の番組があるんですけど、ニコニコ動画でテレビ局の番組見つけるの結構難しいと思うんですよね。で、結果として YouTube に負けたんですけど、まあ、その当時僕ニコニコ動画の,あの一応仕事をしてたんですけど、やっぱりそのテレビ番組って面白いじゃないですか。 で、じゃあ M1 とかあったら、みんな M1 って、今時多分テレビじゃなくて YouTube で見てると思うんですけど、で、それが YouTube にみんな流れて、で、そのニコニコ動画、それ自主的に消さなきゃいけませんっていうので、一生懸命消したんですけど、それ勝てるわけないよね、YouTube に。<laughs> で、その日本の産業っていうのが負けて、アメリカの YouTube かかって、で、その、じゃあ僕が今そのスパチャの半分アメリカに持ってかれますよって話をしたんですけど、じゃあ YouTuber とかって広告が流れた広告の収益が、 いくら入るのかっていうと、どれぐらいユーチューブに取られてるのかわかんないですよ。要はそのユーチューブに広告出しますっていうの、要は日本のユーチューバーに広告出す企業ってほとんど日本の企業で、だいたいチーム日本語でしょ。 なので、日本の企業がお金を払って、YouTube に払うんですけど、で、いくら払ってるか分かんないけど、ちょっとの額がその YouTuber に戻るっていう状態で、めっちゃお金アメリカに取られてるんですよ。なので、本来であれば、ニコニコとか日本の企業の動画サイトを日本人が使って、日本の企業も日本のサイトにお金を払ってってやれば、お金がずっと日本の中でぐるぐる回ってたのに、半分以上アメリカに取られ続けるっていう構造になっちゃったんですよね。 で、それがテレビ局の動画を消すっていうのはニコニコ動画がやって YouTube は消さなかったっていう。それは勝てるわけないんですよ。<laughs> っていうのがあって、まあ、ばあのね、今だけニコニコ動画ってあの名前は聞いたことあるけど見たことないってい人もいっぱいいると思いますけど。そうやってこう、日本のサービスっていうのはどんどん負けていくんじゃないかなと思います。